モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には夏休み楽しんでください、マリンワールド海の中道ペアチケットプレゼント。やったー。多分梅雨明けが週末ぐらいになるんじゃないかなっていうふうに思います。そうなったら暑いですよ。はい、暑い時に涼しい、水族館に行ってマリンワールド海の中道、はい、ひんやりとのんびり泳ぐ魚に、癒されるもよし、それからプールで演技しているイルカに水をちょっとかけられて涼むもよしっていうことなんでね、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。それからなんといっても、あの1ヶ月にわたってねお届けした初夏のうどん祭り、はい、本当だったらね日曜日までだったんで月曜日にねいろいろ お礼を申し上げて、それでわっと盛り上がりたかったんですが、まあ月曜日ね大変な雨で、はい、まあとにかく1ヶ月ね、なんとか、皆さんに楽しんでいただき、今回も初夏のうどん祭り、中地うどんですね、ひらけごまぶっかけ、それから新たぬき、たくさんの方に楽しんでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。またね、なんだかんだのお話は、後日、こんぐらい皆さんに食べていただいたんだよみたいな話で盛り上がりたいと思います。さあそれではね、今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう。はい、こちら男性の方、ケイスさんですね。中地岡本さん、おはようございます。おはようございます。7月10日は納豆の日。はい、知ってましたか？いや、なんか語呂合わせ的にはそうですね。まあそうだよね、納豆の日になると思い出す出来事。昼ドラを見ながら納豆ご飯を食べようと思って、昼ドラ見ながら納豆を箸でこねこね混ぜて、さあ納豆ご飯食べようと思ったら納豆に挟んでるフィルムがない。うん、そばにいた父に尋ねてみたら知らんと一言。まあいいやと思って納豆ご飯を食べて歯磨きをしてコートを着て天神に出かけました。天神に到着すると何とも言えない納豆の匂いがする。なんで天神で納豆を、出かける前にしっかり歯磨きしたし気のせいかなと思い込もうとしてもやっぱり納豆の匂いがする。天神の商業施設に入ったら暖房が効いて暑い、こりゃコート脱がないとと思ってコート脱ぐとまたさらに納豆の匂いが強くなったような、まさかコートに納豆のフィルムがと思ってコートを調べたんですけれどもフィルムはない。おお、やっぱり気のせいかと思ってそのまま買い物し、エスカレーターに映る自分の姿を見て、はあ、背中に納豆フィルムがついたまんま背中に納豆フィルムをつけたまんま天神をうろついていたなんてめっちゃ恥ずかしい。この恥ずかしさをどうしたらいいものかと思った矢先、海辺にバイクを止めて、そうマッチのハイティン武器が流れてきて、これは海辺にバイクを止めて港に向かってバカ野郎と吠えろと、あ、海に向かってバカ野郎と吠えろという啓示だと思いました。恥ずかしい思いをしながらさっさと天神を去って、家に帰って晩ご飯を食べて友達からゲンチャリを借りてハイティン武器作戦決行、港にバイクを止めてあとは海に向かってバカ野郎と叫ぼうとしたら、夜の港とは思えないほど無駄に乗用車が駐車されているそして車の中の明かりはついてないけど何台かの車がゆっさゆっさ揺れているここはカップルの夜のお楽しみスポットで、こんなところでバカ野郎と吠えたら誤解受けまくるだろうと思って叫ぶことなく帰宅しました。毎年納豆の日になると思い出す、恥ずかしい。本当に毎年納豆の日こんなこと思い出すかね思い出さないだろ。いやいやいや、納豆はあれ一粒落としただけでもこう匂い強めですよね。ちょっと待って、納豆一粒落としたことない。そうですか。これも今日ご紹介した問題未満にもあったんですが、納豆は一粒でももう被害がでかいぞとそう、ええ、納豆一粒落とす、なんか一粒フィルムは僕はないですけど一粒ずっとこう膝の上に乗っかってる状態でしばらくいたみたいなことはありませんか俺は
あんまないかな。あだそうです、一粒でも結構きますからねそういう膝の上に落としてて、気づかずにずっと匂いがするなっていう感じ、ずっと匂いがするあって、そっからもうネバネバもひどいですからね、一粒でもね。いやいやいや、時間が経ってたってこと、ちょっと待ってどんだけ気づかなかったんだってね。そうですか。さあそれからね、こちら行きましょうか。ともこさんですね。中地岡本さん、おはようございます。おはようございます。私と主人は今年結婚して9年、再婚同士です。主人が勤続30年ということでツアーに申し込んで佐渡島に渡った時の話。年に数回2人で旅行していたんですが、いつも近場だったんで車移動でした。今回初めて一緒に飛行機に乗ったんです、待ちに待った旅行の日。お昼2時福岡空港集合なのに、せっかちな私たち夫婦は朝9時に早すぎますよたまにこういう人いるよね。まあでも飛行機は早めにっていうふうに言いますから。いや俺はもう耐えられない割とギリギリにです。ああ今はね、あの結構なんかさ、ま、事前にネットでチェックインとかできますからね。いやいやだからでもその今は割とね時間かかるようになったよ、空港のなんだかんだは。あ昔は国内線30分で海外は60分前にしか行ってなかった。あそうですかでも全然普通に間に合ってた。あ今はねなんかね、あの検査のあれもね、ま、細かい検査がありますからね、とかだから今は割と国内線でも1時間前、海外だったらやっぱ90分前にはあの行くようにしてる。この前その何ミッションインポッシブルを見に行くだけの仕事、はい、何でもそれ言うけど悪意あるなは、何分前に空港行ったんですか。それもうほぼ始発だったから1時間、まあ、それでも1時間半ぐらい前に行きましたかね始発の1時間不安なんですよ。でしかも福岡空港って最初の便の1時間半前って何の店も開いてないから、でどっか時間潰せるお店開いてるかなと思ったらコンビニも開いてないものひどいよ。何してたんですか。じーっと座ってましたよ。そうですか、せっかちな私たち夫婦は朝9時に到着、デッキで飛行機の離着陸を見たりつけ麺を食べたり、そうこうしてるうちにあっという間に集合時間あっという間になりますか5時間だよ。あうんそうだよね、5時間だよね、ロビーでチケットを受け取って主人が荷物を預けに行ってくれました。しかしなかなか戻ってこない。おかしいな、トイレかな。すると戻ってきた主人が景色見たいやろうけん2人とも窓際に変更してもらったよ。うん2人とも窓際、あそうだそうだ隣じゃない、別々の席に座るん、しかも前後でもなく俺は後ろの方がいい離れてる。まあ私も外を見たいし1時間半だしということで旅行が始まりました。新潟に着いてその日は市内に泊まって、翌日から2泊は佐渡島、平日だったんでツアー参加者15人、和気あいあい、天候にも恵まれてタライ船に乗ったり佐渡金山に感動したり、たくさん写真も撮りました。添乗員さんからラブラブですねと言われながら楽しい旅となりました。あっという間の最終日、新潟空港でチケットを受け取り、添乗員さんにとても楽しかったですありがとうございますと話をしていたら主人がいない。あ、多分座席変更だ。二人とも窓際がいいから添乗員さんはそれを聞いて苦笑い、そして私たちは福岡空港に到着。家までの道中旅行楽しかったね、あそこもここも良かったねと話をしながら、主人が私が唯一知らない思い出話、 CA さんと楽しく会話が盛り上がったという内容そっちが目的だったのかCA さんと向かい合う席だったのかな、わからないです。以上おもろい家族のコーナーでした。